おはようございます。釣り子 TV です。これ、ジャッカルのですね、ビッグバッカーっていうメタルバイブなんですけども、これでですね、結構プリップリのいい魚がかかったので、ぜひご覧ください。どうぞ。上げてきてますが、なかなか弱らない。お、ちょっと上がってきた。スズキ、ぶっといスズキ来ました。イエーイ。いやちょっと風が強いんだけどね、ビッグバッカーにね、こんな感じでなかなかファイト手間取りましたが、なんとか、釣ることができました。イエーイ。ね、こんなねビッグバッカーって3つ針のついてるメタルバイブですけど、結構人気なんですよ。じゃあちょっとサイズ測って逃がしたいと思います。まあ65センチぐらいってところですかね。はい、じゃあ逃がしてあげたいと思います。これね、釣れたビッグバッカーとシーバスくん、さっき。はい、というわけで、久しぶりに使ったんですけどね、何頭かしたらすぐに釣れるってこと、やっぱりいいルアーだなーって。このビッグバッカーですよね、このちょっと細長いシルエットに鬼がかりのこう3つもトリプルフックがついていて、で、バレづらいっていうんですかね。まあ、ただ使う人によってはこの真ん中のフックは外して前と後ろを大きめにして使ったりすることもあるんですけどね。自分は針だけこれちょっと刺さりのいい鋭いバーブレスの針に交換しているんですけども、これね、ほんと名作なんですよね。その前、これの前とか例えばワンバイブとか使ってたんですけどね、ワンバイブも未だに使ってますが、なかなか店頭で見かける機会が少なくなってきちゃいましたので。でもこのメタルバイブってボックスに一つ品をバーしておくと、まあ、例えば青物が湧いた時とかですね、あとはシーバスが今日ちょっと下のレンジじゃないかななんていう時に、
大活躍してくれるので、もう名作中の名作に今なりつつあるですね。今回はこのジャッカルのこれビッグバッカーで、ビッグバッカーですね。これ重さ測っときますかね。これ、何グラムぐらいあるメタルバイブなのか。はい、ジャッカルのビッグバッカー何グラムでしょうか。37グラム。針がね3つついていて37グラム、まあ40グラム近いので結構ね使うさで、スピニングで、まあ自分の場合ナイロンラインで使ってますけど、 B ラインなんか使ったらもうめちゃくちゃ遠く飛んでくんじゃないですかね。結構ですね、まあ、だいたい1オンスショエル竿で丁寧に投げるか、まあでも何にしてもスピニングで、投げると飛距離が出て、狙い通りの広範囲が探ることができますんでね。あとはベイトでシーバスやりたいなんていう時もですね、このビッグバッカーであれば、まあ手持ちのバスロッドとかでですね、ほんと気持ちよく飛んでくれますんでね。これカラーコンスタントギーゴ系のカラーだったんですが、だいぶ後ろの方はもう塗装が剥がれておりますが、結構自分の場合このメタルバイブの塗装が剥がれてボロボロになってからがより釣れるようになるんじゃないかななんていう風に感じてますんでね。これ、特に再塗装とか塗ったりしないでそのまま使ってますが、もうなんていうんですかね、よく釣れます。でメタル素材なんで、こう塗装が剥がれてもこうキラッキラの内臓が出てくるだけなんで、特に気にせずですね使っておりますが、まあ、針の方だけちょっとなめっちゃったりサビが入ってきたら交換しますが、それもまあ最近の海用の針って本当軽く塩抜きしておくとですね、綺麗にそんな変なサビも出ずに、使えますね。ただ黒ずんできたらもう間もなく折れるよっていうサインなんで、これがもっとですねドス黒く変色してきたら交換の時期なのかななんて感じております。というわけで本日はこのジャッカルの、名作鉄板バイブビッグバッカー、これで魚が釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣り子TV でした。